さて、本日もオーバーロードエスケープフムナザリックプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。お、一応ね、まあ、ラスボス手前ぐらいのところまで来てんだよね今ね。一応とりあえずなんか下にね過去ボスゾーンがあったんだけど、その上まで来たんだよね。まあ、行ってみますか。おっと？おっと？椅子が、あ、すごい声が出てきたね、アイン様。これで直接話すのは初めてかな、クレマンティーヌよ。いや、これはもう記憶戻ってるからね、一応ね。お、あ、でもまだ分かってないのかな？いや。合わせてるだけかな。一応ね、クレマンティーヌはアインズに一回負けてるってことを分かってたんだよね。それでここ合わせてるってことは油断させる感じかな。スッといって度数だからね。お、さてクレマンティーヌよ、お前記憶が戻っているな。あ、すげえ、あんたに抱きしめられた記憶が戻ってるよ。モモンとかいう戦車が逃げた時、お前が突然現れたんだよな。あ、ちょっと記憶にちょっと誤差があるってことは多分いじってんじゃないのかな。一応ね、アイン様記憶をいじれるんじゃないのかな。しょうがない、アンデと勘違いした。そうだ、あ、あー、記憶操作の実験がなんかな。お、やれるから前に立ってるに決まってんだろう。すげえな。今度はてめえが負ける番だって言ってる。勝つ気満々だね。お？さあ我が名を聞くがよい。我こそはこのナザリックの地下大墳墓があるじ。アインズウルゴーンだ。来た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 。ここは流水加速しての、あれ、アインズ様、アンデッド特攻入んないわ。あ、ちょうどこういうダメージ入んない、いいぞ。入んないダメージ。あー、デスナイト君が。いけたけど、めっちゃご用してきたね。一応アイン様用にさ、アンデッド特攻の剣使ったけど、どうもあんま関係なかったっぽいな。やったって言ってる。ふふふ、私は強い。ナイトリーチを倒したというのであれば、第十次席、あのバーバリアンだって。これ確か十はスレインホークのやつかな。
第1、第2話でしょ。この赤字っていうのは確かね、スレイン報告っていう国の、まあ、特殊部隊のなんかランクだったかな。自分ちょっと詳しくないけどね。アニメしか見てないから。ここで帰っていけんのか。無事帰っていけんのかな。ほう。こっち行けるポストして。あ、届かないこれ。届くな。なんもない。疾風走破。登ってってるな。過去ワーカーたちはさ、ひどい感じに凍ってたけど、あ、外だ。これでクレマンティーヌ様脱出？やっと出れた。だよね、まあ一応。気持ちいいね。もう記憶はいじられてるからね。あ、で？お、教育に感謝するクレマンティーヌよ。やばい。ああ、やばいぞ。素晴らしいデータが取れたよ。クレマンティーヌ。これで我がナザリック地下大富豪のセキュリティも強化されるということだ。てめえ、なんで生きてやがる？もう、アンデッドはもともと死んでるけどね。所詮コピー。あ、ここ偽りのナザリックかな。ここ多分偽物だね、多分。わあ、ここで真実を教えるなんて絶望だよね。万に一つも私の大切な部下が死ぬような可能性が、まあ、たかだか実験ごときで起こりることを 承諾するほど私が、わあ、すげえな。でも、これからどうすんの？結局バラしちゃったよね。やばい、もうめっちゃ怒ってる。ちょっと足りるな。記憶は消しておいてやる。実験動物としてな。もうクレマンティーヌ実験動物扱いだよ、完全に。やばい、心配するな。必要なデータが集まったら解放してやる。それまでお前は生きていたらな。また、え？ティヌ、そこまた実験 ってなわけでね、一応オーバーロードエスケープナザニックでしたけど、いやー、最後のオチがちょっとなかなかよかったね。絶望だよね。その記憶もいじられるっていう。今度はどんな実験されるのかな。一応これ、2あんのかな エスケープ・フロム・ナザリック、まあシリーズで。いやー、一応ね、まあ結構アニメとか原作知らない方とかだと、ちょこちょこわかんないとかあったよね。自分は一応アニメでしか見てないからさ、まあ、詳しいところとかはわかんなかったけどね。赤字関連とかね。まあ、本当にファン向けかって感じかな。まあ、メトロイドバニア好きの方でも、まあ、
一応ね、こうグラフィックっていうかね、こうドット絵のアートはすごく綺麗だったけど、正直難易度があまりにもちょっと終盤低かったから、流星加速からの滅多打ちで簡単にボス戦いけちゃうからね、終盤やっぱ戦闘になれない方が苦戦するっていう状態だったから、もうちょっとこうやりごたえあってもいい気がするけどね。ニューゲームプラスでさ、なんかちょっと別のもパターンでできたりとかないのかな。結構ファン向けって感じかな。はい、おお。あとマーレとかもちょこちょこ出てきたけど、マーレもね、で出てこなかったもんね。名前では出てきたけど、あとデミウルゴスとかさ、一部の回想使用者出てないし、まあ、全員出してほしかったなと思うけどね、正直。あとなんかこう過去のワーカーたちのさ、こう末路じゃないけど、そういうのもさ、チロッとこう含めてくれたね。あと恐怖コートもいたしね。他にもね、いろんな濃いキャラクターいるからね、オーバーロードね、行ってもよかったんじゃないかなと思ったけど。あとね、なんだっけ、プレアですか、たちもね、もっといっぱいいるんだよね、いろいろ。そこも出てきてほしかったしな。まあ、今後、まあ、ダウンロードコンテンツとかないと思うけど、もうちょっとこう難易度っていうか、上げてもいいんじゃないかなと思うけど、まあ一応、ハードでもいけると、いきますんでね。まあ難易度足りないなと思った方は、全然ハードでもいいと思う。ただ序盤にやっぱね、回避が、バックステップじゃないからね。ナーベあたりがちょっと苦戦するかな。ナーベあたりちょっと苦戦したね、正直。空中受けまくっての攻撃だからね。でもそれ以降、コキュートスとかクソ弱かったしね。コキュートス、シャルティア、アルベドはもう、シャルティアあたりから流星加速だったっけ、使えてね。アインツ様はちょっとこう途中でスナイト出てたけど、それでもね、ご利用してきたから、まあ、ちょっとね、もうちょっとこう、難易度っていうか、ギミックとかを増やしてもよかったんじゃないかなと思いましたね。はい。てなわけでね、オーバーロード、エスケープ・フン・ナザリックでしたけど、いかがでしたでしょうか。でも自分は結構ね、好きだったよ、面白かった。全然面白かったと思うし、まあ、あくまでインディーサイトってことで出てますからね。でもね、ローリング回避はどうしても欲しかったの、俺は。やっぱね、個人的にはね、メトロイドバニアゲーはローリング回避系が欲しいなと思う。なんかこう、敵を貫通して回避できる、やっぱツリーだからね。あと敵への接触ダメージは結構痛かったかな。そこもちょっとね、こう、工夫してほしかったなっていうのがあったけど、でもね、そのキャラクターの動きとかもすごい良かったしね。で、やっぱりこう、各ステージも良かったから、個人的にはね、普通に面白かったね。でももうちょいこう、面白くできたんじゃないかなとちょっと思っちゃったけどね。ちょっと自分が、その、やっぱローディング回避と敵接触がちょっと嫌だったなっていうのがあっただけかな。人によっては全然関係ないって方、関係ないと思う方もいると思うんでね。まあそんな感じです。もしね、気になった方いらっしゃればね、ぜひぜひプレイしてみてください。ってなわけでね、オーバーロード、エスケープのナザリックは、これにて配信動画は、終了とさせていただこうかなと思います。お付き合いいただき、ありがとうございました。また他の作品ね、もしよろしければぜひぜひ見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。